こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才投手作成、右投げ右打ちの投手、フォームは水木、好きな球団はアバタからアバタボール狙いで阪神でやっていきたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていきましょう。ドン、星107。低いんだけど新しい球種ナイスあるんで、まずは変化球取りいきましょうか。よしよしよし。でアバターボールは入らないので、これ戻ってくるから、どうせ青強い。変化球いいよ、変化球最高ですねそれ。さてと、取ってから回復してナイス9。青になりまくる、青最高だ。これで取るじゃん、で球速も取るじゃん。青になりまくってね、いやーステージが神すぎる。え、しかもやる気出てきてる。あー、まあ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 、あー2は辛い。いや初期値低かったけどめちゃんこ伸ばせたよ。2段階はいかなかったか。オッケーオッケー。138の DC。 まあ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 、やる気もね上げられたのね、大きいね。わー、とっかますか。やる気下げたくないから赤青引けないかな。強い、輝きまくる。2段階はいかない。これこっち行くか。ナイス10。強。どうしよっかな。ここの赤。これ次第。マジで、輝きが強すぎて、涙出るわ。回復。やったぜ。まあ、このね、やる気がね、痛いけどね。うん。やばい。もうこれサムネバイバイだわ。ね、タイトルバイバイですね。輝きまくる。あー、それは痛い。新しい球種ナイス。まあ、ただね、もうアバター来ちゃってるんで、アバターボールはね、うん、入らないと。ナイス球速。うん、ま、ナイス球速。はい。ノリノリ。ノリノリを引く。赤を消す。あー、そしたらここ取っときたかった気持ちがすごくある。まあいいや。落とす。あ、まあ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 、ここまで強運すぎたからな。ナイス10。強っ。あー、いて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 。OK? まあ、合格ラインかな。伊藤くんか。OK。なんかね、逃げられる気がしてました。ってことで、めちゃめちゃ伸びてますね。まあ、伸びてるっていうよりも斎藤さんだね。これこっちかな。まあ、ヒーリングあったらここで待って、休息特化にしてとかね、できたんだけど、さすがにヒーリングないんで、待てない。で、休息から変わっちゃった。これはありがたくもらおうか。スタミナ。やべえ、上行かれた。うわーっと、マジか。それは狂犬病や。それは狂犬病や。マジか。あー、じゃあ終わってもいいか。振動さんあって。ツーシームなし、オッケー。うん、一気にコントロールを落とされたのが痛すぎる。まあ、それでもね、強いんでね、十分です。ラスト。オッケーオッケー。ああ、なるほど。これは、最後ここ通ってこなきゃいけないから、宝箱は一旦無視ですね。うい、危ね。これでスタミナと入れ替わってたら、ほんと、序盤のね、あれ何だったんだってなるわ。二段階いったかな、今。はい。マイナス10、やべ。で、初手ロックを食らうとかね。いやー、マジか、それ。そこはまずい。そこはさすがにまずい。
ロックオンが回避したいのに。オッケー。シャッフルかな。強っ。シャッフルは絶対したくなかった。宝箱が、あーきつ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 余裕はないですね。宝箱行く余裕もない。カレンさんとも会えない。あぶねー。ナイス。野球マン。お、ナイス。止まった。バカバカバカ、行きすぎるな。おかしいな、もともと AA だったはずなのに。落ちてるぜ、かなり。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 あー、どうしよっかな。急速に、あー、いや、これ変えなくていいね。だってここも急速だもんね。だったら、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。もう、落とすものはね、うん。ハテナマス結局、あれなんで。さあ、西さん、急速、うま。さあ、なんだ、コントロール以外。いや、引くねえ。引くねえ、そこ。頼むよ、頼むよ。今、500ジャスト。あーってことは、ここで絶対落とすもんな。頼む、生かしてくれ。うわお、あぶねえ。生還は確定しました。上か。ワンチャン降りてくるルート。あー、ないか。ないな。歩数的にもここでシャッフルしておしまいだし。うん。そうっすね。はい。いやー、500いかんかったけども。ちょっといろいろとね、能力シャッフル痛かったんですが、素晴らしいピッチャーだと思います。166キロの総変化10。それでは、名前設定、行ってきましょう。はい、名前設定してきました。名前。星497から、シクナ君という名前になりました。いかがだったでしょうか？特殊能力、急速安定のみなんですが、基本能力、166キロのスタミナ A、3球種の総変化10と、これでオートペナント、頑張ってもらいましょう。はい、1年間、オートペナント、回してきました。結果は、こちら。防御率、2.27。この能力でよく頑張ってくれたんですが、惜しかったね。わずか 0.12 の差でね、菅野さん、そして森下くんに負けてしまいました。悔しい。それでも、18勝、ダントツの最多勝で、まあ、7敗してしまったんでね、勝率だと、うん、第3位落ちてしまったんですが、阪神陣がね、うん、今回頑張ってくれて、今回優勝にね、導きました。ということで、18勝、宿名くん見ていくと、2冠プー2冠と、沢村賞はね、今回取れてなくて、クオリティ差と 73%、ハイクオリティ差と 46% と、うん。まあ、頑張った方でしょうかね、能力的には。で、198個の奪三振ということでね、率でも、まあ、ギリギリですね。うん、勝ってるんで、宿名くん奪三振王のタイトルもゲット。今回、能力シャッフルのせいで、コントロール下がってしまったんで、ファーボール、デッドボール、これはちょっと多いっすね。だいぶ多かったかな。4.30 だもんな。ライアンさん、なんでや。ということで、後の数字はこんな感じ。だから、KBB も 2.38 と低いです。ということで、今回の宿名くん、取ったタイトルは、最多勝、最多奪三振、新人王、ベストナイン、MVP の合計5つでした。いかがだったでしょうか？ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ！